アートメイクの写真眉、アイライン、リップの3部くらいに手術アートメイクは、美容医療の手術の一種。皮膚に針で色素を注入し、眉やアイライン、唇などを描く美顔術である、美容目的でなく、反抗の再建などの医療目的で行う場合、パラメディカルピグメンテーションと呼ばれる。アートメイクが施された眉毛とアイラインの写真専用の針、 マシンを用いて表皮に色素を注入する。注入部位は表皮だが、色素が定着するのは、神秘戦争である。パラメディカルピグメンテーションの場合、神秘中層まで色素を注入することもある。指術部位は主に、眉、まつ毛の付け根、唇である。眉では、眉頭、眉山、眉尻のバランスを考慮するなどして、デザインを決定する。 アイラインは患者が目を閉じた状態でまつ毛の隙間を埋めるように色素を注入する。リップでは色の濃度を上げる、輪郭を明確にする、形を整えるなどのデザインを施す。各国での故障、アートメイクという用語はアジア圏で用いられる造語で、日本、韓国、中国、台湾の4つの国と地域では通じるとされる。 海外では主に柿の故障が用いられる。近年の韓国と中国では繁栄急化粧と称されることもある。従前の故障普及度が低かった時期の医療機関の資料では目元の入れ墨と表現されていた例も見られる。また、女性ファッション誌などでは眉のアートメイクを眉アート、眉タトゥーと表現することもあった。従前は芸術的なメイクあるいは高度なメイクを アートメイクと称することもあった。1975年に創業し、NHK をはじめとする各放送局、出版社などのメイクを手掛けるアートメイク時の社名はその一例である。現在、こうしたメイクにはアーティスティックメイクなどの故障が用いられる。アートメイクの色素には金属が含まれている。この酸化鉄が MRI 検査で発熱し、熱傷を起こす。 可能性も指摘されている。しかし、家計助成事業の報告では、有意な変化は見られなかったとされる。アートメイクは医療界中が、従前より、議論されている。ここでは、その議論の参考となる事例を列記する。平成12年5月18日、警察庁生活安全局生活環境課長が、厚生省健康政策局維持課長に宛て、議義を提起した。 疑義は3項目あり、うち2つ目の用紙が、非医師の従業員によるアートメイクの手術は、医師法に違反するかというものであった。これに対して、厚労省は、行として行えば、医業に該当すると回答している。2020年9月17日、タトゥー手術に関する医師法違反事件が、最高裁によって、上告を棄却された。この際の最高裁判断は、タトゥー術に、 医師免許は不要というものである。つまり、タトゥーは医療行為に該当しない。この事件においては、大阪高裁による二審で、アートメイクへの言及がなされた。検察側が主張した、アートメイクは医師法の規制対象である、タトゥーのみを対象外にすれば不合理であるという内容である。これに対し大阪高裁は、アートメイクは、美容整形の概念に包摂しうる。 患者の体の改善、強生を目的とした抗議の医療とみなすべきであるという見解を示した。2021年4月29日時点で国内には下記の学会と協会が存在する。ありがとうございます。